はい、ピースケです。サクスペやっていきたいと思います。はい、今日パーチャレ見てみたら、今日からメジャーの復刻が始まるじゃないですか。それで俺めちゃくちゃ楽しみにしてたんで、ちょっと急遽こっちもやりたいなと思って載せてるんですが、報酬がなんとタイガなんですよ。やったー、めっちゃ嬉しい。俺もこれ絶対欲しくて、タイガ内野安打を持ってるし、個人的にすごい好きなキャラなので、タイガもう甲子園の時ね、めちゃくちゃ最初はすごい、もう甲子園のどうでもいいみたいな感じでしたけど、その五郎君にね、影響を受けてすごいもう体を張りまくりね、ピッチャーもやり、ショートもやり、で手もボロボロにしながら試合に出続けるっていうね、一番ですごい活躍を見せるっていうところがあるので、そこがすごい好きで、なんだかんだね、しかも卒業してからもキャプテンやって、俺はゴロ、おっさんを超えれないみたいなこと言いつつも、最終的にはね、自分なりのキャプテン像を目指して頑張っていくっていう、そういう名シーンがいっぱいあるんで、タイが好きなんですね。よっしゃ。タイがいいっすよね。いやもう今日のガチャが俺本当まだやってなかったので、メジャーできた時1枚持ってないんで、すごい楽しみなんですよね。なのでぜひパーチャリは走りたいなっていうのが俺はすごいあるんで、頑張ろうかなと思ってます。よっしゃ、新島ちゃん、生田絵梨花いるけど。全員なんかアイドルなのかな、わかんないけど。そうなんですよね。だからガチャが楽しみすぎて、ちょっと頑張りたいなと思っております。メジャーもなんかあんのかな。ちょっと多分もうすぐメンテが入ると思うんですけど、やった、タイガーゲット、 R だけど。もしかして累計にないよね、まさかね。いないいないいない。PR ですね。はい。もうちょっとやろう。もうメジャーね、楽しみ。全部読みましたからね、ちゃんと。持ってはないですよね、さすがに80なんかあって。中学生の時に、野球部だったんで、部室にあったのが、先行チーム、きっかけ先なん制ですのけチャンスど、を迎えました。ワンアウトそランれナでー二も塁もという場う面で高深校澤には行ってたのかな？ネクスト高校バッター編ぐスタンらいドになっへてて、多分。でもそれで追っかけて、第4球は俺読んだみたいな感じなんですけど、打った、めちゃ長いっすよね、メジャー。先行チーム、まずは1点。優しいわ。先行チーム、なんか、同ハテ点ナピがンいチを迎たえんまで、した。ギブソン高ジュ澤ニがア1塁来るんじゃ3ない塁かっという場てい面、う、ピンチ。勝手に考先え頭てるんですチーけム、ど、ここは自バッ分ターで。ボックスに。これはバッターギブボソン・ジュニア、降格ックス、法を打持っちてはますもバッんターね。と。それがね、超楽しみなんですよ、これゲームは。はこれから終盤に入ります。この回のト誰ップもバッ持っターてはないか水森、らな、今日はショートゴロとフォア怖いボール。な。第2なん球、かメジャー以外のキャラも出るみたいな打ちました、掴みまし感た、ファじースだった気がするんですよ。これが辛いなと思っト。先て、行チーダム、イヤのエースはスリーダバイントヤののチエーャンスス。だけ出るワンアウから、トランナー二塁もう三キャラ多いけど塁場面、飛も、びた。今日はここまで3なん打か数まあノーまあヒッ狙ト、え1る三振、感じがあるじゃないですか。でも第3球を7キ投ャげラましあた。るんだからいいじゃんと思うんですけどね。でもすぐ次全は部出4ちゃう球のか目、投な、げました。他のキャラ出ないと。クリーンヒット、ボールメジャーだけ出先る行ガチチーャム、出2してほしいですよね、っ点。ていうのを期待しております。はい、って感じで、まあちょっとまあ試合ダラダラすると思うので、ここで終わりたいと思います。この動画いいと思った方、ぜひチャンネル登録、高評価お願いいたします。はい、皆さんもタイガ狙っていきましょう。で、みんなでタイガ狙ったらもう このランキングすごいことになっちゃうんで、まあちょっとまあほどほどにって感じでいきたいと、やっててくれると嬉しいです。それでは皆さん、ピースで一日をバイバイ。